コランダー TV。 アイアムコランダーオールドジェネレーション。どうもコランダー TV の戻りゲストです。本日は自己紹介動画第3弾ということでやっていきましょう。レッツコランダー。はい、ってことで自己紹介やっていきましょう。と、名前モドリゲス。と、名前の由来は昔やってたゲームで、モドリゲス、アバターにモドリゲスという名前をつけてやっていたところから、まあこの名前にしました。今でもゲームとかではまあモドリゲスとか名前をつけてゲームをやってたりします。では年齢、ダン、はい、僕はこの間20歳になりました。ということで結構お酒とかも、まあ、飲みに行ったり頻繁にやってますね。で、まあ似ているもの、ダン、モアイ像ということで、まあ中学校の時に、ね、友達にモアイに似ていると言われて、今でも中学校の友達にはモアイに似ていると言われます。なってます？モアイです。これはじゃあ次、趣味、まあポケモン漫画買い物ということで、まあゲーム、まあ僕が基本やるのはもうゲームなんですけど、ゲームのポケットモンスターっていうゲームをプレイしたりとか、あとね、友達とよく買い物に行ったりもします。あと漫画もよく読みますね。この間終わっちゃったんですけど、僕が一番好きな漫画フェアリーテイルという作品なんですけど、あれは去年やってた原画展に行くぐらい僕は好きでしたね。ということで僕の経歴なんですけども、僕は小学校5年生か4年生ぐらいの時にね、まあ野球を始めたんですけど、まあ高校ではね、まあ僕頭もそんなに良くなかったんで、野球もねそんなに上手ではなかったんで、まあ高校にね、これいけないんじゃないかとなったため、高校からは陸上部に入ってね、走っておりました。まあこんな感じで僕の自己紹介終わりたいと思います。と、食べ物忘れてた。僕が好きな食べ物は、まあ飲み物なんですけどね、まあお茶が好きで、昔から特に日本茶が大好きで、今でも自分で8本買ってきて入れて飲んでます。ということで自己紹介動画第3弾終わりたいと思います。では次の動画やっていきましょう。